バンコクスカイトレイン EMUB 型電車は2010年に営業運転を開始したバンコクスカイトレインの通勤型電車である。2010年のサッパーアンタークシニ駅ウォンウェアンやイエキの開業後列車本数が増加したため導入されたのが本形式である。本形式は長春軌動客車制で従来車から全面のデザインが変更されている。また車内では LED 照明の採用、扉上の路線マップの LED 併用など細部が変更されている。まず、タイ国内初の4両編成の電車として、EMU36EMU47 の4両編成12本が導入された。その後増備が行われ、4両編成17本の68両が運用されている。全塗装されている。塗色には、タイ国旗を彷彿とさせる白。 赤、青が使われている車内は白を基調としている。座席は黄色のオールロングシートで、雨天時で濡れた客が座った後に吹きやすいよう、繊維強化プラスチックを使用している。窓は直線的な印象となっており、ドアの窓やドッテは独特な形状である。外つり式ドアで、平時にチャイムが鳴る。扉上の路線マップが LED 併用となっており、画面の上部で、 CM が音声付きで放映され、最下部で自駅、または現在停車中の駅を表示している。吊り革はベルトで、スタンションポールも備え付けられている。導入最初は C ロム線のみで運用されていたが、今は BTS 各線で運行されている。www.thairath.co.s.2020 年4月22日閲覧。 ありがとうございます。